レアル・バリアドリード・クルブ・デフトボルは、スペイン・カスティーリア・イレオン州の州とバリアドリードに、本拠地を置く、サッカークラブチーム。2020から21シーズンはプリメーラ・ディビシオンに、在籍している。ラリーが通算順位表では13位に位置する。エスタディオ・ホセ・ソリージャ・レアル・ニオン・デポルティーバで、バリアドリードとクルブ・デポルティーボ・エスパニオールの合併により、1928年6月20日に、 レアルバヤドリードクルブデフトボールが誕生した。1946から47シーズンのセグンダ、ディビシオンを制し、1947から48シーズンにプリメイラディビシオンに、初参戦した。1948から49シーズンのコパデルレーでは決勝に進出したが、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた、アスレティック・ビルバオ戦に1の4で敗れて、 準優勝に終わった。その後の10年間は、トップリーグに在籍し、1957から58シーズンには、セグンダーディビシオン降格となったが、ホセルイス・サソ監督に率いられた1958から59シーズンには、テルダーサイ・フシーを歴史的な5から0というスコアで下すなどし、わずか1シーズンでプリメーラ・ディビシオンに最小を格した。監督はかつて、 ゴールキーパーとして、レアル・バヤドリードでプレーした選手であり、最終的には、クラブの会長まで上り詰めた。1984年には、1980年代前半のみ、開催された、コパデラ・リーガー決勝でアトレティコ・マドリードを下して、優勝した。1992から93シーズン終了後に、プリメーラ・ディビシオンに昇格し、2003から04。 シーズンまで11シーズン連続でトップリーグに在籍した。レアルマドリードカスティージャを指導していたラファエル・ベニテスを監督に迎え、1996から97シーズンには同期間中最高位の7位となった。2000年には J リーグのジェフ・ユナイテッド・市原から獲得した上昇時が短期間在籍した。2006年夏には バスク人のホセルイス・メンディリバル監督を招聘し、2006から07シーズンは、セグ軍ダ・ディビシオンでクラブ史上最高の一つに数えられるシーズンを送った。ビクトルとホセバ・ジョレンテのコンビは、リーグ最強と歌われ、15節終了後に首位に浮上すると、2位には勝ち点8差をつけて、セグ軍ダ・ディビシオン史上最高の勝ち点88を獲得して優勝した。 昇格を逃した4位にはミニ勝ち点差26もつけ、2位との勝ち点差、4位との勝ち点差のいずれもセグンダリビシオンの新記録を更新した。2006年10月10日から2007年5月6日まで29試合も無敗を続け、42節中34節が終了したばかりの2007年4月22日に昇格を決めた。こちらも最速昇格記録となった。 同シーズンのコパデルレイでは、大会を通じて控え選手中心で臨んだにも、かかわらず快進撃を続け、プリメーラディビシオンのジムナスティック・タラゴナとビジャレアル CF を破って、準々決勝にまで進出した。2007から08シーズンは、最終ラインを高く保った攻撃的なディフェンスと、縦に突破して、クロスを上げることを徹底したサイド攻撃で、中小クラブながら、 旋風を巻き起こした。ホセルイス・メンディリバル監督は高く評価され、アウェーでの強さが他のチームに恐れられた。2008年夏には FW ・ホセバ・ジョレンテが、ビジャレ・アル・ CF に移籍したが、MF ・ペドロ・レオンや MF ・ホナタン・セスマ、GK、セルフィオ・アセンホなどが急成長し、目標の残留を果たした。どちらのシーズンも残留を決めたのは、最終節であり。 2007から08シーズンは、レクレア・ティーボ・ボウエルワに1から1で引き分けて、2008から09シーズンは、レアル・ベティスに1から1で引き分けて、残留を祝った。2009から10シーズンは、開幕から20試合で3勝しか上げられない、スロースタートぶりであり、2010年2月1日、ホームでの UD アルメリア戦に引き分けた後に、メンディリバル監督が解任された。 オネシモ・サンチェス監督が後を引き継いだが、メンディリバル監督の解任から1週間後、チームはシーズンで初めて降格圏内に足を踏み入れた。なお、メンディリバル監督が指揮を取った138試合は降格圏に落ちたことがなかった。監督交代から10試合でわずか1勝に終わり、サンチェス監督もまた解任された。かつて、スペイン代表の指揮官も務めた。 ハビエル・クレメンテ監督が登用され、残りの8試合で絶望的と言われていたプリメーラ・ディビシオン残留を目指した。一旦は残留圏内の16位に浮上したが、チームは再び解散クラブに逆戻りし、シーズン最終節では、カンプノーで FC バルセロナから勝利することが必須であった。しかし、FC バルセロナも優勝のために勝利を目指しており、 結局、レアルバヤドリードは0の4で敗れ、3シーズン踏みとどまった、トップリーグから脱落した。2011から12シーズンは、ミロスラブジュキッチ監督の下、三3位で終え、昇格プレイオフを勝ち抜いてプリメーラディビシオンに昇格したが、2013から14シーズンに、セグンダディビシオン降格となった。二千十七から十八シーズンは五位で終え、昇格プレーオフで、 スポルティングヒホントヌマンシアに勝利して4年ぶりのプリメーラディビシオン昇格を果たした。2018年9月3日、元ブラジル代表のローナウドがクラブの株式の51%を取得し、会長に就任。2020年4月時点でクラブの株式の82%を所有している。欧州カップ戦出場歴新記録1929年。 以降のすべての会長や監督を挙げている。国旗が示されていない人物はすべてスペイン人である。UEFA カップ UEFA カップウィナーズカップ。カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権。星印は EU 県外選手を示す。最終更新日。2021年2月4日出展。ありがとうございます。